はいどうも、デデケダスでございます。さあ、ウルトラマンカードゲーム、以前から情報はあったんですけれども、ウルトラマンカードゲームの公式サイトがリニューアルしていよいよ、っていう感じになってまいりました。まあ、いつからね始まるんだろうなっていうのがまだ分からなかったんですけれども、こちらですね、商品情報っていうところに行くと、7月10日の発表待てっていうところで、ウルトラマンの日に合わせてまあ、堂々公開っていうところなんでしょうね。まあ、なんですけれども、一部カードが発表されていたりだとか、いろいろですね、サイトが変わってるところがあるので、いろいろ見ていきたいと思います。はい、ということで、ここにね、ログインってあると思うんですけども、こちらね、押していただくとですね、新規登録がログインってなると思うんですけども、こちらですね、よいしょ。ウルトラマンカードゲームは、ウルトラマンシリーズの魅力がギュッと詰まったカードゲームですと。こだわりのアートワークに加え、ゲームのルールもウルトラマンの世界と深くリンクしていって、遊びの中でウルトラマンを身近に感じてもらえる要素で溢れています。これまでウルトラマンシリーズが親しんできたからには、もちろん、これからウルトラマンと共に思い出を作っていく方にも楽しんでもらえるような細部までこだわっていますっていうところですね。事前登録はこちらっていうところで、こちらですね、大会やイベントの情報もゲットできると参加できるというところで、あとは QR コードを読み取ってポイントが貯まる、貯まったポイントで特別なプロモカードがもらえる。これは嬉しいですね。特別なプロモカードは欲しいですねっていうところで、こういったですね、会員登録っていうのがありまして、登録するといろいろなことができるみたいですね。で、事前登録、会員登録、こちらっていうところを押すと、はい、いわゆる、つぶらやアカウントですね。つぶらやイマジネーション、つぶらやストアなどなど、つぶらやのアカウントがこう一括で管理できるんですけども、そこに新たにウルトラマンカードゲームが加わったっていうところで、つぶらやイマジネーションのアカウントを持っていたりすれば、もうこちらは会員登録することなくログインするだけで楽しめるみたいですね。僕はもちろんね、つぶりはプレミア会員ですから。いやー、プレミア会員じゃないと生きていけない体にね、されてしまったので。こちらで、ね、ログインしていきましょう。ログインっていうところを押すと、こちらね、ツブラのアカウントでログインしてねっていうところで、ログインしていきます。はい、ということでログインしてまいりました。 Welcome to Ultraman Card Game World ワールドですね。はい、こんな感じでこういろいろとできるみたいなんですけども、マイページっていうところをですね、確認していくと、よいしょ、はい、こんな感じで僕のマイページが見れるそうです。多分この ID とかを見せて平気だよね。ダメだったら、多分大丈夫だと思うんですけどね。っていうことで、プレイヤー名つけていきましょう。まあ、僕の名前、はじめまして、どうも、デラキラスと、申します。ウルトラマンが、まあ大好きです。ということで、プレイヤー名、デラキラスでね、つけさせていただきました。で、アバターも変更というところで、こう、自分のアイコンをですね、設定できるんですけども、ウルトラマンのシルエット影絵に、ヒガさん、ガイエさん、メビウスさん、ゼロさん、ジードさん、ゼットさん、デッカーさんに、トリガーさんに、ブレーザーさんに、ウルトラマン、アーク、アーク。そして、怪獣からは、ゲネガーグに、ゴルバー。そして、古代怪獣に、ゴモラ。そして、スフィアザウルス、バザンガっていうところで、令和の怪獣、第1話怪獣がですね、ザザザッといる中で、昭和の初代ウルトラマンから活躍する古代怪獣、グモーラが一人で、ね、いるという形でございます。透明にしましょうかね。まあ、なんかこの辺のアイコンもこれからね、増えてきそうな感じがありますけど、シルエットのウルトラマン正直めちゃくちゃかっこいいんだけど、ガイアさん、あー、ガイアさんいいなー。それから、メビウス、メビウスさんにしようかなー。ちょっととりあえずメビウスさんにしたいと思います。かっこいいですね。メビウスニーヤンにしたいと思います。はい、という感じで僕のマイページが、完了しました。まあ多分これから色々できることが増えていくんでしょうけれども、楽しみでございます。そして、カードリストもですね、一部、じゃじゃんと公開しておりまして、よいしょー。今のところ、15枚のカードが公開されております。やはり最新作であるウルトラマンライジング、ネットフリックスでね、公開となりましたウルトラマンライジングのカードがたくさんありまして、こちらですね、ウルトラマンライジングと、まあ、ウルトラマンとネロンガがこう戦うような、こういうカードがありまして、PR カード、プロモーションカードですね。で、特徴がシーンっていうところで、レベルやタイプ名、キャラクター名などなんかこういろいろ、わーありますね。で、参戦作品でウルトラマンライジングっていうところで、
場面写真というところにイラストレーター名もないんですけれども、なんかここで多分いろいろこう、ステータスとか、もろもろが更新されていくのかな。あとは、ライジングのまた別のカードですね。必殺技を放っているような、こんなシーンがあったりとか、ウルトラマンライジングと戦うこちらは、ジャイガントロン。めちゃくちゃジャイガントロンかっこよかったですよね。ジャイガントロン、でかい、迫力がすごい、ライジングと睨み合っております。あとは、このね、赤ちゃん怪獣のエミと絆が感じられるような、こんなね、素敵な場面写真があったりとか、はい、ウルトラマンライジングとエミがこう一緒にね、飛んでいるという、ね、エミがこう背中に乗ってるっていうですね、ちょっと微笑ましいようなカードがありまして、この辺はプロモーションカードっていうところなんで、どこかで、手に入れられるんですかね？イベントとかそういったところでもらえるんですかね？ちょっとこの辺も集めたいですよね。で、こちら今ね、見ましたけど、このぐんぐんウルトラライジング。ぐんぐんはいいね！ぐんぐんかっこいいね！やっぱぐんぐんするとね、燃えちゃうんですよ。僕の心もぐんぐんしちゃうね。この走ってるね、ライジングもいいんですよね。結構ね、日本の街並みがね、再現されててね、この辺もちょっと面白かったですね。ウルトラライジング走ってたりとか、あとは、孵化するとこか。すごい、目の光り方とかピカーなってて綺麗だよね。うん。あとは、エミと、ライジングに変身する、佐藤健二。健二くんですね。健二。あとは、巨人のユニフォームを着て、試合中、ね、ジャイガントロンに襲われるシーンですね。はい。あとは、これと出しちゃっていいんだ。あ、めっちゃ、いいんだ。こういうシーンです。こういうシーンです。まあ、これ公式から出たってことだから、まあもう言っていいんですよね。だってソフビ人形ももう公開されてるしね。メカなことパパです。はい。びっくりしちゃった。今びっくりしちゃったよ、普通に。うわー、出ちゃったと思って。っていうようなシーンとか、あるみたいですね。こちら例えばレアリティが C っていうところで、C ってどうなの？あんまりその、レアリティ的にはそんな高くないのかな？うん。まあ、プロモーションカード、これ全部プロモーションカードなんで、まあ、どこかしらで手に入るのかなと思うんですけど、ちょっと欲しいですね。ライジング系のカードしかもたくさんありますから、まあ、どこで手に入るのかまだわかりませんけど、これちょっと欲しいです。集めたいですね。はい。そして、続きましてこちらでございます。これからゴモラー。いや、このカードは今、僕の唯一手元にあるカードですよ。こちらもプロモーションカードなんですけども、レアリティが RRR。RRR、レアレアレア。このレアリティはどうなんですか？初めて C じゃないレアリティ来ましたけど、どうなんですか？トリプルレアですか？うん、このレアリティがどうなのかわかんないですけど、キャラクター名ゴモラー、特徴ウルトラ怪獣。特徴がウルトラ怪獣ってことは、これからはウルトラ怪獣じゃないのも来るのかな？ジャンボーグ怪獣とか、グロース怪獣とか。ミラーマン、ミラー怪獣とか。そして、タイプが、サイカ。なんか、すごい、結構、まがましいですね。SIN、シン。このキャラの登場時、このキャラをターンの間、BP を1グレードアップできる。どういうことなんでしょうか。グレード、なんかこう、ステータスをなんかこう、いろいろ書いてありますね。フレーバーテキスト。その剛腕の前に巨人は崩れ落ちる。しかし巨人には怪獣殿下がついていた。作品、参戦作品がウルトラマン。イラストレーター名が、ケンジ・ワタナベ。やっぱりイラストがめちゃくちゃかっこいいですよね。このカードも多分、これからまた配布される機会とかね、あると思うのでね、手に入れられると思うんですけども、このカードね、デザインがめちゃくちゃいいですよね。あとやっぱ記念すべき、ウルトラマンカードゲームのやっぱ記念すべき初めて手に入れたカードなので、すごく思い出がすでにあります。はい。最新作、ウルトラマンアーク！はい、来ました。イラストがかっこいいですね。円を描いてますね。こちらプロモーションカード。キャラクター名がアーク。ウルトラヒーロー。レベルが1、タイプ基本。ということなんでしょうか。フレーバーテキスト。想像力で未来のために支え、守り、そして戦う。ウル様とかでもらえたりしそう。どうなんでしょうかね。ウル様とかで配布ありますかね。あとは、もう一個アークある。
これは場面写真というかスーツの写真ですね。あ、やっぱこの辺ちょっと丸がキラキラしているわ。あー、かっこいいな。こちらプロモーションカードでキャラクター名アークで、基本的にはあれは一緒ですね。フレーバーテキストが想像力で見る、あー、ここも一緒だ。結構、だからイラストだけじゃなくて、その実際のお写真とか場面写真とか、結構多分いろんなバリエーションのカードが出るんだろうね。これは楽しいな。うん。あとは、あー、ゼロだ。やっぱゼロ強いね。最新作ね、やっぱさ、ライジング、アークはわかるんだけど、やっぱこれゼロが来るんだ。強いね、ゼロ。こちらプロモーションカードになっていて、キャラクターがめぐる、ゼロ、特徴がウルトラヒーローで、レベルが2。あらまあ、しかも強い、強い、ちょっと強い。タイプが基本になっていて、まあなんかこういうの書いてるんですけど、フレーバーテキストが、君の命も、星の命も変わりはない。必ず守り抜く、同じ命。うわ、深いですね。命の価値に大きいも小さいもねえんだよ。ウルトラマンゼロの、ちょっとセリフが思い浮かびますね。そして参戦作品が映画大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザ・ムービーというところでね。はい。こちらも場面写真というかスーツの写真ですね。ちょっとこうエフェクトがかかっていて。あー、こう地球っぽいのとかいろいろ星々もこう散らばっていて、まあ宇宙を股にかけて、戦うウルトラマンゼロっていうのが表現されているようなカードですね。っていう感じの全15枚が公開されております。これからね、まあ、商品情報、先ほどもありましたけど、4月10日、発表待てっていうところなので、一気に、ドドーンと、ね、公開されると思うんですけども、プロモーションカードっていうところで、いや、多分これから多分、ウル様とか、それこそね、そういったところで、カード配布あるんじゃないかなと思うので、ちょっとかなり楽しみにしていますね。まあ、実際にそのカードゲーム、そのゲーム自体をやるかどうかはちょっとわからないんだけど、あとゲームやる相手がいるのかどうか、っていうところあるんですけど、やっぱカードってゲームするだけじゃないから、コレクションするのはやっぱ楽しいから、っていうところでね、すごく、実は楽しみにしております。ただカードコレクションしだすと本当に沼だから、この辺もちょっと気をつけていきたいとは思うんですけれども、やっぱりカード収集、カードコレクションってワクワクしちゃうね。あとはやっぱりね、カードゲーム市場って今、めちゃくちゃ熱いから、ポケカ、ポケモンカードゲームはもちろんですけど、最近ワンピースカードゲームとかもあるし、まあ遊戯王とかもいろんなね、カードゲームが群雄割拠してますけど、まあその中にね、ウルトラマンカードゲームが殴り込みに行くわけですから、やっぱりこの辺もね、ウルトラマンには頑張ってほしいなと思ってる次第でございます。はい、ということで、下の概要欄ですね、リンク貼っておきますので、ぜひぜひ事前登録してみて、ウルトラマンカードゲーム、楽しんでください。さあ、僕も楽しみたいと思います。以上、デメクラスでございました。それでは、バイバイ。